はい、こんにちは。セーラン技術講師、福井と申します。本日もよろしくお願いいたします。それでは今回は、また前回の続きとして、分子の話をしようと思います。この分子の話、まあ、前回やったのは分子の形容詞的用法っていうのをやりました。で、分子の形容詞的用法、他にも分子使い方があります。これはね、結構みんな覚えてると思う。結構知ってる人は知ってるんだけども、その分子の用法としてもう一個。分子構文っていうのがあります、はい、分子構文っていうところがえらい難しく聞こえたりとかするんですけども、要するに前回習ったのは分子の形容詞的用法でした。先生はこれ分子構文っていうのはどういうふうに理解するかというと、まあ今度は複式的用法ですよって思います。そしてここで覚えておいてほしいのが、複式って何ぞや。複式っていうのは SVOC 以外の骨組みとなる部分、骨組みじゃない、肉付けとなる部分です。骨組みはすぐよしで、それ以外のものを肉付けとして話すんですけども、副詞はその部分になります。じゃあこの副詞っていうのはその文の、それをなん、まあか修飾語句なんですけれども、じゃあ何を修飾するかっていうと、まあこう言葉で言ってるんですけども、名詞以外全部、動詞形容詞副詞文全体、名詞以外全部、動詞形容詞副詞文全体を修飾します。まずここを基本として必ず覚えてます。OK ですか。この時に、まあ、分子構文は副詞的用法ですよってなったんですけども、特にここの何を修飾するかっていうと、この分子構文っていうのは、文全体を修飾するパターンのものですよと押さえておいてくださいね。じゃあ分子の文を書く前に分子ではない文を書きます。これは何でかっていうと結構重要なんですね。はい、2つ書きます。 When I なんて書こうかな。 When I walking 好きですね、先生ね。 When I'm walking on the street I When I was walking on the street, I met a friend of mine. When I was walking on the street, I met a friend of mine. ただもう一個書きます。なんて書こうか。As the mountain, as the mountain is seen from the distance, as the mountain.Is seen from a distance, it looks like まあなんかいや、かき氷かき氷、なんかまた斜めた。 As the mountain is seen from a distance, it looks like かき氷とか書きます。じゃあこれ実はこれって何ですか？注目してください。ここは実は、まあ、あずはそうではないんですけれども、接続詞は文と文をつなぎます。
これっていつ勉強したものですか？中学校2年生です。中学校2年生で学ぶことなんですけども、そこの中学生2年生で習ったところから分子構文って考えてほしいんですね。本当にじゃあこの接続詞の when と as っていうのを使った時のこのまとまり、ここって何ですかって言った時に文全体を修飾しています。ということは副詞なんですね、このまとまりが。私が道で歩いていた時、私はまあ一人の私の友達に出会いました。こういう時こうでしたっていう形で文全体とかを修飾している形になっているので、これは副詞という形になります。そしてもう一個注目してほしいのが、今ここで次に分子を勉強してましたね。なので分子なので、どこの部分が分子か注目してください。ここがいわゆる中学校1年生、2年生でな、1年生とか3年生で習った B 動詞プラス ING と B 動詞プラス過去分詞の進行形と受動態の部分ですね。じゃあここ分詞に直すとどうなるかっていうと、じゃあどうしようかな、考え方の前にまず答えから考えちゃいます。Walking on the street, I met the game. Walking on the street, I met a friend of mine. で、今度こっち。Seen from the distance, the mountain looks. また何か。なります。まずはここで注目してほしいのが、分子構文にしたとき、まあ、まず接続詞を使った文章に書き換えられるっていうことが重要です。で、接続詞から分子構文に直すときにはこの部分色変えよう。まず接続詞が省略されます。この次、主語が同じものを指している同一人物、同一物なので省略されます。こっち省略しちゃった。で、ほんでまあぶっちゃけですよ、これ分子ここ ING だったら進行形って分かりますよねっていうので省略されます。まず今度こっちも同じように、まあ接続詞省略されますね。で、The Mountain ってこの手話の部分っていうのはこの It と同一物なので省略されます。まずに、まあ Seen って書いてあれば受け身だっていうことが分かるので B 動詞も省略しちゃいます。なんでそれぞれ残ったのが、上の文章だったら Walking の部分だけが残って分子になります。こっちも省略されてるところから、ね、まあ消えて Seen だけ残ってこうやって書かれます。要するに分子構文っていうのはそもそも書き換えることができて、その書き換える文章は中学校2年生で学んだ接続詞の項目ですよと思います。で、その接続詞の項目いちいち When I was っていうのがめんどくさいから、このところの分子だけ残して簡単にしておうというふうに考えているんです。なので中学校2年生の接続詞の文章を思い浮かべて、その部分でまあ、難しいことでは今度従属節、こっちが主節ってなるんですけども、この従属節の部分と主節の部分を比べる、
飾りと本物を比べる。この時に飾りの部分で被ってるところがあったら省略しましょう。で、できたものが分子構文っていうものの、分子構文っていうのを含んだ文になりますっていう形になります。 OK ですか。で、分子構文は作っていきます。で、物質的用法なので覚えておいてください。以上でございます。ありがとうございました。